はい、どうもベレスパー坂やっていきたいと思います。はい、ふつ天空中央高校でサイドハフ作っていきたいと思います。デッキの方は花池、アスカ、ハトで響き、真中、ユー、この6人でいきたいと思っております。はい、そしてアイテムの方はパードリと招き猫持ち込んでおります。ではやっていきましょう。まあ、今回ね、二股やめてみました。うん、まあ、現状ね、一人で、彼女一人で響き入れていった方がやっぱり査定的には高くなっております。なのでこのデッキで挑んでいきましょう。まあ、そろそろね、自分も天空中央高校で XUS 出したいと思ってます。うん、まあ、経験点的にはね、4万5000点近く出せばいけるかなという試算が立っております。まあ、でも4万5000点出したことないんですよね、自分的に。うん、まあね、真中が招き猫効果がある彼女でございますので、天才にぶっとだけ持ち込んで千丸厳選っていうのもあったんですけど、ちょっと何回か裏でやりました。何回かやったんですけど、そういう時に限って招き猫効果全然発揮せず、イベントが進まないんですよ。まあ、毎日は終わってくれます。毎日は真中がいるんで、その分イベントが少なく終わってくれるんですけど、あと指は全然終わってくれない。うん、そうであればやっぱ招きドリンクでいかないといけないので、まあ、この編成頑張っていきましょう。で、できればなんですけども、彼女キャラ、ね、自分はマナカ使っております。マナカを使っておりますが、ネネちゃんが一番いいと思ってます。まあ、技術敏捷がいいですよね。お、ナイス。まあ、技術敏捷を素で出してくれるっていうのが一番ありがたい。まあ、でもね、マナカの場合も、一応、彼女の、デート行く前に、まずはテクニック。テクニックを踏んでから行くとね、まあ技術敏捷を出すっていう形になりますので、まあまあまあマシにはなるのかなと。まあ筋力ね、方向筋力取るのがちょっとしんどいっちゃしんどい。うん、まあスピードスターはもともとダメだし、スピード踏んでからのスピードスターはダメだし、フィジカルのスマッシュヘッドもダメになってます。うん、なのでちょっとねねちゃんの方が立ち回りは楽になるかな。うん、ハート、デート行く前の練習がテクニック、スピードどちらでもいいですし、初回からで、金徳の方が達人キープなんで、まだまだ楽かなと思ってます。で、一応一人の編成でございます。彼女一人の編成でございますので、方向金徳は三つのみです。三つ。ウィングハートは三つの。で、エンジェルラッシュか。まあ、その辺がもらえると。あとラストパスがもらえるという形でございます。はい、ここ行こう。ね、鳩とアスカ、ありがたいですね。これちょっとドリンク飲んできます。さすがに飲んできます。そして結構鳩とアスカ来てくれてるんでね、ありがたいですね。雪乃ちゃんか。うん、まあまあまあ、しょうがない。はい、でアスカ進んできます。で、技術を大量に獲得したいですね。やっぱり技術を大量に獲得したい。で、椿かな。まあ、椿はね、入れとかないといけないですね。今一瞬、マリンちゃんもいいかなと思ったけど、まあ、これは椿で間違いないでしょう。まあ、技術を大量に稼いで、トゥインクルレイ、性格無比、で、シルキーパス、で、オフェンス役5と、いきたい。まあ、最終的に、やっぱ、トゥインクルレイが、ね、終わるのが遅い。まあ、それまでにしっかりと、ね、技術を稼いで、それ以外の、ランクアップ金とかマックス。で、さらに、オフェンスとか、テクニック、技術を使う特能、これを取っておきたい。で、経験点が溜まってる状態でトゥインクルレイ終わっていくと、すごい楽になりますね。はい。まあ、ね、なかなかね、全部取り切るっていうのは難しい。技術が難しい。ねねちゃんじゃないから特に難しい。はい。で、アスカが進んでいきます。OK です。アスカ残り1回。まあ、シルキーパスを早めに終わってほしいですね。はい。そしてこれは、ハト行っておきましょうか。ハト行っておきます。はい。エンジェル6。で、椿が来てくれました。OK です。で、これでセク1が終了でございます。経験点1207点。では、セク2やっていきましょう。アスカと、ハト。まあ、行ってきます。はい、練習後イベントね。ほいよ。OK。ねーん。リナちゃんか、リナちゃんか。まあ、精神がちょっと足らないイメージがあるんで、まあまあまあ、いい。うん、筋力がちょっとあまりそうですね。ハマってしまうとね。はい、これは一回、
休んでいこうかな。いや、休むというか、これ、直で行っていこうかな。うん。そうしないと体力がしんどい。ここでね、ドリンク消費はちょっと痛い。さすがにドリンク最後の方に置いときたいです。立ち回り上ね、やっぱり最後の方にドリンクあった方がね、楽にはなる。ピンクハート出すキャラ、まあ少なくしてるっていうのもあるけど。まあ、これはメンタルいっちゃおっか。これはね、エンジェルフラッシュ、きついな。はい、メンタルいっていきます。OK です。で、次、エンジェルフラッシュいってください。次、テクニックにエンジェルフラッシュ来てくると、デート行きやすいんで、ありがたいですね。はい、OK。あ、告白来てなかったか。危ねえ危ねえ。はい、で、次、テクニックにエンジェルフラッシュ。フィジカルか。まあ、行くけどね。これはさすがに行くけどね。はい、ではフィジカル行っていきましょう。で、テクニック行ってからデート行きたい。テクニック行ってからデート行きたいです。行きたいね、これ。ドリンクがねえんだよな。まあ、一回勝負するか。39%。OK、通った。危ねえ。さすがにね、もうちょっとドリンク飲んでらんねえな。うん。足らねえわ。はい、鳩。で、これはフレーフレーで、チームプレイ、回ってきます。で、アスカの福井部終了していきます。OK。で、ここは確実にデート行くのですが、まあ、とりあえずちょっとね、経験点振っていきたいと思います。スピードテクニック、スタミナ、で、パワーか。まあ、そのあたり振っとけばいいかな。オフェンス、ディフェンスは後で、余ったら振っていくという感じでいいでしょう。まあ、とりあえずこれでいきまーす。はい、ではデート行っちゃいましょう。で、ショートカットでいこうかな。ショートカット。頼むぞ。うまいこと言ってくれ。で、ここで響きが進んでいきます。はい、これは下ですね。イベント切らずにいきます。もちろん、金徳なんで。はい、そしてエンジェルフラッシュ来てくれました。メンタルに来てくれるのはちょっと助かる。体力がなかったんで、すごい助かります。はい、で、鳩も福井部動いていきまーす。はい、で。いやー、フィジカルか。まあ、精神は結構入るんだよね。667。まあまあ、いいでしょう。はい。で、精神も稼げてます。オッケー。精神、まあ、いいですね。はい。で、スピード上げて、精神も振りたいんだよな。どこ行く次。スピード。敏捷だね。精神もいるけど。で、カウンターとか、まあ、その辺だよね。取っときたいよね。敏捷精神使うも取っときたいよね。はい。では、スピードいって、ちょっと待って。もうちょっと振ろう。敏捷55はちょっと多い。はい。では、これで、スピードいってしまいましょう。はい、行きまーす。まあ、スピード117編成ではないんで、みんなね。まあ、それに比べた敏捷はそんなにいらない。まあ、技術が必要。技術がすごい必要です。はい、OK。先読みコツ取っちゃったよ。まあ、しょうがない。で、スピード上げときます。で、スタミナも上げたいところですが、まあ、精神結構稼げてるのはありがたいですね。はい、ディフェンス行こうか。エアマスターもらいに行きます。結構、練習効果乗ってるんで、これはディフェンス行きたいと思います。で、精神。こうかな。振っときましょう。はい、ではディフェンス行きます。ちょっとね、サッカーの直撮りはちょっともっもったいないけど、まあしょうがないですね。はい、エアマスター。さあ、エアマスター。テクニック、次、エンジェルフラッシュがいいな。いや、やばい、体力。あ、メンタルでのエンジェルフラッシュでもいいよ。はい、オッケー。成功した。エッジダウン。エンジェルフラッシュは来ません。でも、これテクニック踏みたい。これテクニック踏みたい。ドリンク飲むか、ここは。ここはちょっとドリンク飲もうか。さすがにこれは、うん、気が利き的にきつい。
まあこれでいきます。はい、ドリンク飲んでおきましょう。いや100切ったな。80ぐらいしか残りないな。はい、ではテクニックいきます。で次デートですね。でワンチャン、あー来ちゃったか。まあ来ちゃうよね。まあエンジェルフラッシュの方がいいかな。これは5人もいるしね。これが4人ならデートだったけど、これは行ってきます。エンジェルフラッシュ。はい、で次テクニックスピードどちらか踏ませていただきたい。で11,862、ここまでで1万超えております。 OK、 いい調子だぞ。ここまではいい調子。はい、で技術シルキーパスね。うん、触れるものがあるんでありがたい。いやー、これスピードいっとこうかな。敏捷乾燥しちゃうけどね。デートやっぱまだ技術敏捷以外のもの出したくないっす。基本的にそれ出しちゃうと技術敏捷が足らなくなるっていうイメージがあるんで、できればこのまま行きたい。はい、ではスピードいってしまいましょう。はい、で次はデートです。エンジェルラッシュ来るな。ここじゃねえぞ。ここじゃないからね。でユウくんが進んでいきます。バイキング、あ、これ筋力だよね。筋力だよね。はい、エンジェルフラッシュ、エンジェルフラッシュ。あー、5人か。行くか。やべえな。ちょっと行くタイミングがなくなってきた。デートの行くタイミングがなくなってきました。テクニックスピード踏んでからデート、ちょっときついな。まあしゃあねえ。で次テクスピー、テクスピー、テクスピー。エンジェルフラッシュは来なかった。あー、監督の評価、いやこれメンタルいいな、メンタルいいな。経験点振るならメンタルだな。でシルキー残り1ね。とりあえずオフェンス、いやここなんだよな。経験点すごい出るもんな。練習効果3人はでかいよな。まあ、これいこうか。メンタルいきます。そのためにちょっと振っとこう。はい、ではあとオフェンスでいってしまいましょうか。はい、ではメンタルいってしまいます。はい、オッケー。で次ギュッテクテクテクスピーテクスピーにエンジェルフラッシュ来ない。いやー、これスピードダメ、スピードはダメ。テクニックで筋力伸びたいです。でシルキーパス、ここで取り切りましたね。はい、もうこれはテクニックです。これはテクニック、これはテクニック。うん、経験点的にもまあいいからね。テクニックいってしまいましょう。はい、そしてもうシルキーはもう取っちゃいます。うん、取れるし取っちゃいます。で敏捷を振っておきたい。はい、ではこれでテクニックいってしまいましょう。はい、 OK です。で次はさすがにデート、次はさすがにデートいきたい。エンジェルフラッシュは来るな。ここではないぞ。来てよ。まあ違う時に来てほしいよね。大量に違う時に大量に来てほしい。はい、で結構経験点は回収できてると思ってる。うん、できてますね。ちょっと不安なのがアンストッパブルが終わってこない。まあそれがちょっと不安ですね。まあスピード114になる前にアンストッパブル終わってほしいですね。そうしないとちょっと敏捷の行きどころがなくなってしまうんで。あと性格無比も終わってねえとか。あ、飛び遅いな。マネキ持ち込んでるんだけどな。前さん後さんだしちょっときつい。それはちょっときついな。あれ、響きも終わってねえか。あ、きつ。で、これスピードいく？金徳いるし、敏捷乾燥だし。乾燥だしって感じだね。80。あと、あ、PK。これでいこうか。はい、行ってしまいます。
で、これで金属回収で、民衆はもちろんカンスト。こういうのもったいなく感じちゃうんだよな。すごいもったいないです。はい、で、響き。はい、回復コツ取れました。オッケー。で、エンジェルラッシュ来ておりますね。オッケーオッケー。さあ、エンジェルラッシュ、こっから連発してくれてもいいよ。こっから連発しよう。で、オフェンスも触れてますね。技術。技術って攻撃術。はい、しかも5人来てくれてます。オッケー、ありがとう。しかも監督の力上がるね。オッケー、オッケー、オッケー。それは助かる。ちょっとスピードスターは絶対取らないといけないんで、取っていこう。はい、で、鳩が残り1回。鳩が残り1回の、あ、メンタルに。あ、いるね。オッケー、オッケー。あぶねえ、体力的にメンタル行きたかった。オッケー、いいよ。はい、で、危機察知。で、まあ、これはメンタル行ってしまいますね。はい。まあ、臨床も溢れないし、これで行きまーす。はい、メンタル。いいですね。はい、そしてここで金属。ラスト金属は、オフェンスでもいいけど、テクニックで達人キープでも回収しよっかな。カバマスは嫌だしね。パワーシューターでもいいけどね。まあ、達人キープかな。この後デート行けるなら行きたいっていう意味もありまして、テクニックいっときますか。まあ、技術結構今回稼げてる感じもするしね。はい、ではテクニック行ってしまいましょう。はい、OK。はい、で、鳩が終わっていく。アンストッパブル、風切りゲット。OK ですね。危ねえ。これは成功してくれました。で、エンジェルフラッシュ。このセクションであと1回はデート行きたいんだよな。ここは、ちょっとデート行こうか。行きたかったけど、エンジェルフラッシュ行きたかったけど、これはデート行ってきます。まあ、しょうがない。しょうがないですね。はい、で、ゆうくんが進んでいきます。ゆうくん、ささっと性格向きください。ささっとくれ。はい、で、技術の方が、振る場所がなくなってきましたと。やべえな。ゆう、終わってくれよ。性格向き。いや、マジで振る場所がない。技術はどうせ足らなくなるし。で、ここでエンジェルフラッシュ来てくれないのは痛いけど、技術回収する？まあ、スピードなんだろうな。スピードなんだろうけど、なんだろうけど、技術、振るところがある。ああ、でもあるか。はい、これでいきます。はい、スピードいっちゃいましょう。で、次はエンジェルラッシュですね。はい、で、ユウが終わってきます。オッケー。性格無比は終わってくれました。間に合いましたね。オッケーオッケー。溢れる前には来てくれました。はい、で、体力回復。ナイスタイミング。オッケー。次、ちょっとドリンク飲まないといけないかなと思ったけど、これは体力。うまいこと言ってくれる。で、エンジェルラッシュですね。はい、で、性格無比取ってしまいたいってところはあるけども、そうだな。性格無比取っちゃおうか。はい、これでいきます。で、ディフェンスエンフラー。ちょっと監督の評価上がってないんだよな。ちょっと黄色の鳩、ナンバラ。オッケー、出した。もうそんなに、普段はいらないからね。普段はいらないから。はい、で、次メンタル生かしてくれ。次メンタルがいい。で、経験で29000点。過去最大でセクサン出てますね。ありがたい。エンジェルラッシュ、フィジカル。まあ、ありがたい。で、監督もありがたい。はい、ここはもうドリンク飲んでいきます。勝負です。はい、ではフィジカルいってしまいましょう。 OK です。で、監督の評価も上がっていきますね。でもって響きが終わっていきます。うわー、体力ねえなー。体力ねえなー。で、後指が全て終わったかな。ハト、ユー、響き連チャンで終わってくれました。まあ、これがね、もうちょっと早めに終わってほしいんだよな。まあいいけど。
で、これテクニックもあり、テクニックもあり、レンタルはね、踏みたくねえんだよな。ここは金属回収しときますか。テクニック行ってきます。で、次デートですね。次デートです。でもデート行っとかないと、ね、トゥインクルレイがきつい。で、こっからが技術がしんどくなるので、しっかりと取っていこう。はい、真ん中、スマッシュヘッドですね。はい、OK、成功してます。で、これは展開力かな。まあ、技術はどっちかとも足らないからね。ちょっと振ったか振ってんか覚えてないけど。で、これは、フィジカル、スピードでいいんじゃない？うん、技術結構稼げるし、練習効果2人いるから、これは結構ありがたい。はい、お、ラブバ、ナイス。で、エンジェルフラッシュ受けております。で、性格無比、ゴールデンクロス、パワーかな。まあ、とりあえずこんな感じでいっちゃいましょうか。あー、2つ来てる。あ、で、監督によく上がりきってますね。で、これならメンタルいっとこっか。体力的にちょっと温存したいっていう部分がありますんで、メンタルがいいかな。でも、いるキャラ的にはね、監督だけしか技術出さないからね、メンタルそんなに行きたくない感じはする。まあでもこれはメンタルですね。メンタル行きましょう。OK です。はい、シルフのエンジェルフラッシュを踏みたい。シルフのエンジェルフラッシュを踏みたい。で、これはスピードいっとこう。筋力大量だね。筋力大量。まあ、筋力多分余るけど、まあ取っときます。アンストが、アンスト終わるよな。さすがに終わるよな。ちょっとオフェンス振りたくないけど、オフェンス振っときます。ちょうどいいよ。良さそうなんで。はい、で、うまいこと筋力吐き切れたか。 OK。 はい、ではこれスピードいってしまいます。で、次デートでもいいですね。次デートでも問題ないですが、はい、ではスピードいってしまいます。あと1回だもんね。インクルーあと1回でございます。はい、うわ、エンジェルフラッシュか。ここでエンジェルフラッシュか。勝負かけない。いや、もうエンジェルフラッシュだな、これは。これはエンジェルフラッシュだ。どこに？あ、メンタル。あー、メンタルか。テクニック良かったけど。はい、行ってきます。まあ、しょうがない。はい。で、テク行こうか。ここ結構回収できるね。敏捷も回収できるね。で、守備反応を、ディフェンス。はい、では、これはテクニック、いっておきますね。はい、OK です。テクニックいってきましょう。で、スピードスター。で、サクッとビンちゃんいっちゃいます。で、アンストッパブルが残り2。まあ、アンストはいった。性格の日とインクルレイ、狩人が結構きついな。技術がきついですね。技術がきつい感じがする。はい、では、これでいってしまいます。はい、終わりました。無事終わってまーす。OK です。はい、そして、スピード行ってからデート行きたいところだけど、もうここでもうデート行っちゃおっか。もう、真ん中の出すハートはいいや。はい。あとはハート回収です。ここはもうデート行っちゃいます。まあ、筋力出したところで、え？筋力？違うか。テクニックか。技術か。はい。で、これはメンタルで良さそうですね。これはメンタルで良さそう。はい。では、メンタル行ってしまいますが、臨床振りたい。臨床振りたいです。
もっと技術も回収したいけどな。ハードワーク、キャプテンシーかな、まあ、精神はいけるっしょ。はい、ではメンタルいっちゃいます。いきましょう。はい、 OK です。はい、そしてアンストッパブルは取り切れる、取り切れる。いや、技術がきついな。ここかな、さすがに。さすがにこれはフィジカルかなって感じですね。はい、で、次エンジェルフラッシュ来て、次エンジェル、うおーっと、エンジェルフラッシュは来ない。で、ツイン、いやー、技術が足らんな。印象は足りる。これはここですね。スピード行きましょう。はい、行っちゃいまーす。オッケー、緑結構出てくれましたね。技術が結構出ております。オッケーです。で、次、エンジェルフラッシュ。エンジェルフラッシュ来た。で、二つ来てる。こっち監督だけしか技術出さない。こっちならば、あっちゃん。これはディフェンスかな。次のことというよりか、ここで経験点稼ぐ。鼻息で経験点稼ぐ。もうそれしかないっすね。しょうがない。はい、で、サクッとピンちゃんいっちゃいます。で、ドリンクは飲んでおきましょう。ギリ体力は足りるかなって感じですね。ギリ体力は足りそう。敏捷は足りた。あ、足りた。まあまあまあ、いけるかなって感じですね。技術だ。はい、ではいっちゃいます。はい、2対0、終わりました。終わりました、終わりました。はい、で、ここで最終トゥインクルーレと、まあ精神が欲しいな。でも技術も欲しいな。技術だな。ここだな。テクニックですね。メンタルにね、ゆうくんとか集まってくれたらメンタルでよかったんですけどね。これはテクニックなんだろうな。でも、技術が多分ね、108、62、14、478でしょ？で、精神がないからトゥインクルーレ取れないでしょ？で、性格無比の720までは足らないんですよ。あー、精神欲しいな。まあでもこれだとりあえずテクニック行くしかないっすね。はい、ではテクニック行ってしまいます。行きましょう。はい、ではサクッとピンちゃん試合行っちゃいます。うん、まあまあまあ、パスはコツが来る。パスはコツが来る。フリーキック。ちょっと技術溢れそうな感じもするから、太っときたい感じはするんですけど。うん。ねえ。セービング1個ぐらい取っとくか。なんか技術が溢れそうな感じがする。まあ試合に勝って、うまいこと2得点すればですけど。はい、ではこれでいきます。いきましょう。はい、すいません。負けかけました。あぶねー。最後の最後で1点取ってくれたからよかったけど、やっちゃいましたね。1点も取れなかった自分で。ね。それはちょっと辛い。はい、ユウ。そして、真ん中ね。で、最後はアスカ。はい。で、ラストパスもらえますね。経験点どれぐらいいった？ 4万5000点いってっかな。でもちょっときつい。でも2万9000いってやから、あ、44,444。ゾロ目ですね。はい、これは振ってまいります。はい、振ってまいりました。44,444に、金属は基本成功してるんで XUS いけましたね。 OK、 自分も天空中央ここで XUS が作れました。まあなんとか XUS の仲間入りできましたね。無冠高校以外でも作ることができました。はい、本日は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。冷たー。